瀬戸内に浮かぶ人口7500のこの島は、昔から漁業の島、海運の島として栄えてきました。どこの島でもそうであるように、ここでも沿岸漁業は衰退の一途をたどっています。しかし直島は精錬所のある島として有名です。大正6年に設置され、今では島民の8割が精錬所で働いています。朝の通勤は都会並みのラッシュ。そして島では漁業や農業一本やりで生計を立てている人はほとんどなく、裕福なサラリーマン生活を送っています。おかげで道路も完備され、大型バスも乗り込むなど、島とは思われない風景です。モダンなアパートも建設されて、何不自由のない文化生活を送っています。かつて浜で遊んだ子供たちも今では団地っ子。また町に精錬所から落ちるお金が年間2500万円。これを元手に直島を今流行りの観光地にしようと乗り出しました。世界一の観光用養魚場を作ろうという計画。島のあちこちではすでに取る漁業から作る漁業へ脱皮、ハマチの養殖が行われています。3年の間島流しの身となった須徳上皇の仮住まいもあり、観光に役立ててもらおうと今その改修工事が進められています。この島唯一の無形文化財、女文楽。だが今この伝統を守り続けているのは60を超えたお年寄りばかり。このためオラガ村の文化財を滅ぼしてはと、島のお嬢さんたちがこの女文楽の練習に日夜励んでいます。今日の出し物は京成阿波の鳴門。おばあさん先生の指導で孫弟子たちは一日も早く人形使いをマスターしようと一生懸命。スタイルの悪い高下駄も一向に気になりません。日頃人形好きのお嬢さんたちも、人形がこんなに大きくてはいささか持て余し気味のようです。こうして今直島は瀬戸内の表玄関、関西の奥座敷として観光に産業に大きく発展しようとしています。